こんにちは。なんかガーシーチャンネルっていうのが結構勢いがあってですね、人気みたいですよね。人気な上に結構放送にも筋が通ってるみたいなね。このガーシーっていう人は多分いわゆる遊び人みたいなアウトローみたいな感じで、裏社会の人でもないんだけども、でも表でもないみたいな、ものすごくねグレーなところに存在かなと思います。少なくともどっかの会社にお勤めになってるとかね、ネクタイ締めて毎日通勤電車に揺られてって暮らしではないと思います。でもこういった方でもこうしてね、今50歳前後だと思いますけども、一気に多くの人に訴えかける、そんな人生経験してるわけですよね。じゃあ正規雇用って言いますけども、求めてやまなかった正規雇用になってた人がいたとしてね、今50歳前後でここまでのことができるかっていうと、必ずしもそうじゃないと思うんですよ。つまりは安定した雇用環境に入っていても一体何をやったんですかってことなんですよね、きっと。ガーシーさんと比べなくてもいいんですけども、正社員でね働いてて40、50になって、もしくは非正規でもいいんですけども、その環境にいることにあえて言えばね、甘んじているってことなのかなと思うんですよ。今いる自分の環境に合わせた突破の方を自分で作っていくのが、自分の戦い方、自分の人生だと思うんですけども、何かきっかけがあればみたいなね、そのどっかから偶然が来ればみたいな、チャンスがあればみたいな、ちょっと消極的なんじゃないかなと思うんですよ。その結果何も得るものがないような人生を過ごしても、これは厳しいかもしれないけど、もう自分の責任でそうなったんじゃないかなと思うんですよね。少なくとも私たちは難病を抱えてるわけでもないですし、5体満足ではあるんですよ。ただやっぱり今はね、頑張れよみたいなことをね単純に言えないのは、精神の病気にかかっちゃってる人もいるんで、そういった方にはちょっと酷だなと思うんですよ。けどね、その精神の病にかかってしまって苦しんでらっしゃる人生も自分の人生ですから、本当にね、なんかこうはっきりとは言いにくいんですけども、その人生を受け入れて最大限自分の思い通りの人生をそこに描いていくしかないんだろうなと思うんですよ。もちろん人の手を借りたりとか助けを求めたりとか、専門の医師の診断を受けたりとかってあると思いますけども、この前ね、精神的なちょっと病を患った方とやり取りをさせていただいたんですけども、その方が言うのは、私の担当のカウンセリングの先生は全然分かっていないと。で、自分の勉強した机上の空論ばかりでね、私のことをね、評価してくるとか言うんですよ。で、何年も付き合いがあるのに全然分かってくれないみたいな、ことを言ってたんですよ。で、この自分の精神的な病っていうのが苦しいのに全然分かってもらえないよとかね、すごく嘆いてらっしゃって、で気づいたんですけども、その方を選び続けて何年になるのかなと。不満がある担当の医師を変えないのは何でかなとかね、そのループに入っちゃってるんですよ。全然分かってもらえないと言いながら、じゃあカウンセリングに行った時に全然分かってもらってないですねみたいなことをあなたは言ってるのかなとか伝えてるのかなってことを考えると、それは黙っているそうなんですよ。ちょっと言いにくいからずっとね、先生の言うことは先生の前では素直に「ああなるほどなるほど、あそうですよね、私もそう思ってました」みたいな感じですごく素直に聞いてるんですよ。でそっから帰ってきたら「全然分かってくれないわよ」って私にね毒づくみたいな感じで、いやそれは担当の医師も十分自分のことが伝わったなと思って安心しちゃうよねと。でプラスそのはずなのに全然状況が何年も変わってないところを見ると、なんで、担当の医師からするとこの患者さんとはここまでとことん話し合って意思の疎通ができて、自分のことを全部受け止めてくれてるのに全く変わらない人生なんだろうと。自分の何が足りないのかなっていうふうに、今度はこの担当の医師の人もね悩まれてるんじゃないかなと思うわけなんですよね。人生様々なんですけどもね、それを受け止めながらチャンスを見出していくしかないのかなと。チャンスっていうのは自分で機会を作ることであって、機会がやってくることを待つってことではないんじゃないかなと思うんですよね。でどんな人生にもきっと逆転のチャンスはあるし、自分の思い描いたような今日一日を過ごすことはできるんじゃなかろうかなと思うんですが、そうじゃない方もいるかもしれませんのでね、私の考えも万能ではありませんので、ちょっと違うかもしれないですね。まあけど後悔っていうのかな、悔しいと、こんな人生になってしまって悔しいと思うところは悔やむという感じの中になんかすごく出てるような気がしますね。小里編に「毎度の舞」って書いてますから、おそらくいつも心残りっていう意味なんでしょうね、悔しいって感じは。どうなんでしょうかね。いってらっしゃい。